皆さん、賃料が払えなくなったことってありませんか？そんな時にこの動画を見れば落ち着いて対応することができます。安心をしてください。どうも皆さんの味方、弁護士のビノです。今日は賃料が払えなくなった時にどうすればいいのか、その対応方法についてお話をしていきたいと思います。実はこんなデータがあります。日本住宅賃貸管理協会の調査では、なんと全国で 5.2% もの世帯が月収に滞納となっているという結果が出ています。 5.2% って少ないんじゃないの？と思いの方もいらっしゃるかと思いますが、全国の世帯数は令和3年1月1日現在で5949万戸もあることから、わずか 5.2% でも約309万戸が月初に滞納していることになります。かなりの数が滞納していることがわかりますよね。そして弁護士 B のは何件も賃料が払えなくなって家を出ていく羽目になった状態を何度も何度も見てきています。本当に賃料が払えなくなると住む家がなくなってしまって、それは悲惨な結果になります。そんなことがないようにこの動画を見れば、家賃の滞納に対して何をすればいいのか、そして既に滞納してしまっている方はこれからどのように滞納に対して向き合っていけばいいのか、これがわかります。ぜひ家賃滞納との向き合い方を覚えていただきたいです。では行きましょう。今回は家賃を滞納していくとどうなっていくのか、これを3段階に分けて説明していきたいと思います。そして動画の最後には、もうどうにもならなくなっちゃったよという方に対する救済の方法についてもお話ししていますので、ぜひ最後までご覧ください。さて、家賃の滞納してしまう理由どこにあるでしょうか？一番多いパターンは、他にも借金があるからそちらに首が回らなくなってしまったというパターン結構多いと思います。あとは仕事を退職してしまってどうしても払えなくなってしまったという切々な理由の方もいらっしゃるかと思います。しかし家賃は契約で決められた支払いなので、引っ越しでもしない限り逃れることはできません。ではどうすればいいのか、早速3段階に分けて説明をしていこうと思います。その3段階とは、滞納した分がどのくらいになっているのかというのを分けて話していきます。それではまず1ヶ月から2ヶ月分滞納してしまった場合はどうでしょうか。この段階ではいきなり裁判所から連絡や通知来るわけではありません。通常は大家さんからの通知が来る場合がほとんどです。大家さんでなければ代理となっている管理会社などの通知という場合も多いでしょう。なので1ヶ月から2ヶ月分の滞納ではいきなり家を出ていくといった羽目にはなりません。これはどういうことかなんですけれども、大家や管理会社の方も皆さんに広告をつけて家に入ってもらってるパターンがほとんどです。それを1ヶ月や2ヶ月で出してしまって、また広告費がかかってしまう。そうすると費用が多めにかかってしまうので、できる限りいてほしいけれども賃料は払ってほしいというのが大家の素直な気持ちということになります。だからこの段階の滞納の場合には、この1ヶ月から2ヶ月の滞納で止めておけばなんとかなるということになります。皆さんが滞納が始まった時点で家計簿をつけたり、ダブルワークをしたり、何かしらの対応を行えば大丈夫です。無視は絶対にしてはいけません。どういったパターンかと言いますと、よくあるパターンでは通知やお手紙を全く見ない方、非常に多いです。気づきませんでした、見てませんでした、通用しません。見たくはないと思いますが、今ある現実を直視しないと後でお話しするようなもっとひどいことになります。そうなる前に対応を進めるようにしてください。そして大事なことは、言い訳をせず大家や管理会社に対して入金予定の日時を伝えるようにしてください。そしてその約束を守ることです。なお、この段階では遅延損害金まで請求されるパターン少ないと思いますので、急いで支払うようにしてください。次の段階は3ヶ月以上滞納してしまった場合です。3ヶ月以上滞納すると、大抵は今度は保証会社から連絡が来る場合がほとんどです。保証会社とは、皆さんが賃料が払えなくなった、こういった場合にその保証会社が立て替えてくれるという制度です。皆さんも契約の前に保証会社の審査って受けたことありませんか？保証会社は皆さんの滞納がひどくなった時に対応してくれる会社です。もちろん忘れてはならないんですけれども、あくまで立て替えをしてもらうだけです。後で保証会社から皆さんに対して請求が来ることになりますので注意をしてください。さて、保証会社から連絡が来るとなると、先ほど申し上げた大家管理会社の優しい通知や連絡と異なり、容赦がありません。電話が何度もかかってきたり、お手紙が何度も届いたりします。ここに至るとなかなか返済厳しいものがあります。家賃が払えるようなお家に引っ越すことも検討しなければなりません。ちなみにこの状況で家を追い出されるかどうかは五分五分の状況です。どうしてそんなことが言えるのか、この後のパートで説明をさせていただきます。
この3ヶ月以上滞納してしまった場合の対処としては、国や地方自治体などの総合支援などで借り入れをして返済してしまうパターンや、一旦家族などの支援を得て全額返済するという方法も考えられます。あと皆さん心配されているかもしれませんが、この段階では預けていた敷金、これが滞納している家賃と相殺されてしまうパターンは実は稀です。敷金については本当に最後の最後で使われるというイメージで覚えておいてください。これは大家さんとしては退去した後の原状回復費用も考えているからにほかなりません。大家さんもむやみやたらに使えないという事情があるんですね。それでは最後の段階、5ヶ月以上、まあ半年分ぐらい滞納している場合、こうなるとどうなっちまうのか。大抵は大家側が裁判に訴え出て皆さんを強制的に退去させる手段を取る場合があります。そうなると皆さんはかなりの確率で追い出されてしまいます。あげく未払いの家賃には遅延損害金もつきますので、今よりもっと払わなければならない状況が発生してしまいます。もし皆さんが家から出ていけという判決を受けたら、すぐに出ていく準備をすべきです。それはなぜか、先ほど3ヶ月から4ヶ月の場合では裁判を打たない可能性があるというお話をさせていただきました。しかし基本的な裁判例の考え方からすると、だいたい半年以上の滞納を続けた場合にはほぼ高い確率で家を追い出されるという状況になっています。しかも判決で負けてしまうと、裁判所の力で強制的に家を追い出されてしまう。しかもその追い出しの費用も皆さんに請求できるんです。こんなことになってしまうと、お金がない今の状況では全く払えなくなってしまう。しかも追い出されてもこの支払い残ります。そこまで行ってしまうと自己破産などの法的整理を使ったり、生活保護を受けねばならないかもしれません。先ほどもお伝えした通り、このような状況になる前、1ヶ月から2ヶ月程度の滞納で絶対に止めるようにしてください。それでももうどうにもなりません、私はもう対処できませんという方は、まず近くの弁護士さんにでも OK です。相談をしてみてください。借金整理の相談は早め早めに相談することが大事です。傷口が広がると法的整理しかなくなってしまいます。もし近くの弁護士さん知らない場合には、弁護士 B のまでにご相談いただければ大丈夫です。概要欄の LINE アットの方から簡単に相談することができます。お困りの方はぜひ LINE から一言だけでもメッセージを送れば気が楽になると思います。そして今日の動画面白いためになっている方は、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。これからも皆さんにとって有益な動画をアップしていきたいと思います。10分程度の動画は毎週金曜土曜日曜のどこかのタイミングでアップをしようと思っております。これからもぜひご視聴のほどよろしくお願いいたします。今回は滞納家賃の対応についてお話をさせていただきました。1ヶ月から2ヶ月で止める、3、4ヶ月目以降はかなり厳しい、そして半年近くなってしまうと強制的に出されて、もうあとは自己破産の道を突き進むしかないというような状況になってしまいますので、皆さん滞納を無視しないようにしてください。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。以上、皆さんの味方弁護士のビーノでした。バイバイ。